諏訪奈々香が4枚目のコンセプトミニアルバム「足跡が紡ぐ世界」が10月30日水曜日にリリース。同アルバムに収録される新曲「春待ち歌」が10月8日火曜日0時より先行配信することが決定。同日21時には同曲のミュージックビデオのフルサイズを公開する。春待ち歌は10月より放送開始の TV アニメ「精霊幻想記2」のエンディング主題歌で YouTube にてメガボルト15秒ティザーが公開された。ミュージックビデオでは彼女にとって初の楽曲となる和装に身を包んだクラシックな映像に仕上がっている。11月16日土曜日には彼女の5度目となるワンマンライブも決まっている。リリース情報諏訪奈々香春待ち歌2024年10月8日火曜日0時より先行配信開始。 https://suwanaka.2/harumachiut8 春待ち歌ミュージックビデオ公開日時10月8日火曜日21時 URL https://www.youtube.com/watchv=v89h4c リリース情報諏訪奈々香コンセプトミニアルバム「足跡が紡ぐ世界」初回限定版 CD-DVD 通常版 CD 2024年10月30日発売。初回限定版 CD-DVD コズックスマイナス2126から73300円、税抜き3000、通常版 CD コシ X マイナス42372640円、税抜き2400。 CD 収録内容01春待ち歌作詞秘作に作曲編曲松坂浩二。 TV アニメ精霊幻想記にエンディングテーマ02花言葉作詞月給リア子作曲編曲塩原大輝03ワールドオブワーズ作詞成本智美作曲近藤圭一。成本智美編曲近藤圭一04連なって作詞作曲編曲松坂浩二05マイステップ作詞作曲編曲松坂浩二06春待ち歌インストゥルメンタル07花言葉インストゥルメンタル08ワールドオブワーズインストゥルメンタル09連なってインストゥルメンタル10マイステップインストゥルメンタル DVD 収録内容春待ち歌ミュージックビデオメイキング映像ライブイベント情報奈々香諏訪フィフスライブ足跡が紡ぐ世界日時2024年11月16日土曜日場所山のホール郵便番号 151-8539 東京都渋谷区代々木 1-53-1 会場開演昼公演14時15時や公演17時30分18時30分料金全席指定特典付け指定席15,000円指定席8,800円詳しくはホームページ https://columbia.jp/suwanaka/live.html